歌手でタレントの大悟37歳の大叔父にあたる自民党の竹下渉衆院予算委員長69歳が12日国会内で夕刊フジの直撃取材に応じた。可愛い又生と女優の北川景子との結婚を祝福するとともに、永田町にくすぶる大悟政界進出説についても語った。素晴らしいことですよ。親族ですし、本当に良かった。竹下氏はまず、喜びをこう語った。与野党が激突する衆院予算委員長として、連日長時間の審議を差配しているだけに、お疲れのはずだが、身内の啓示に満面の笑みを見せ、良かったね、と繰り返した。結婚をして、音楽をやめるということはないと思いますが、万が一もありますからね。日本を良くしたいとか言っちゃって、大悟さん風には SST ですね。政界進出です。政界に出てもひいおじいちゃんみたいに消費税上げないでくださいよ。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。